あのロケーションの中で、こんな素晴らしい場に呼んでいただいた、あの実行委員の皆さんと、光の、あの桜祭りの本当にあの応援している皆さんと、おひふみわきと、ペンギンナッツの皆さんと、その皆さんあの長い時間あの見てくれたお客さんと本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ寒いですけど本当にあの歌う気分は、最高のロケーションです。じゃあ最後に、そんな、夜を一緒に、過ごそうっていうようなちょっと歌ですけども、今、ちょっと前からあのバークイーンっていうすぐそこの、バーで福未来っていうイベント1年に1回、こっちで会津と郡山と福島といわきと開催してきたんですが、今年の最後の、イベントというかが、バークイーンでやってますんで、僕も今とはもう全然違うメニューっていうかあの、曲でうーそびそっちもありますんで、もしよかったら遊びに来てください。ライブ、畠山みゆきさんがやっぱりここでやったのとは全然違う感じで、8時からあるのと僕が9時からライブあります。10時からは、DJ タイムといって DJ の方が、夜中の2時まで、音楽をかけて一緒に酒を飲みましょうというイベントをやってますんで、よかったら、気が向いたら覗きに来てください。出入り自由なので、じゃあ最後に、砂の空っていう曲を。寒いですね。
したい。ありがとうございました。イルミネーションこの後も頼んで楽しんでってください。最後の最後で、最後の最後で、リーチシモコン、もう一度、もう一度ちゃんと最後に、あの皆さんありがとうございました。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 寒い中ありがとうございます。そしてこの後バークインデの福未来も頑張ってきてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、こんな寒かったらイルミネーション噛むわ、そりゃそりゃしょうがない。ただでさえ言いづらいからね、意外にイルミネーションが、ね、もう本当に。はい、ということで今日は無事点灯式が、ね、はい、行われまして、はいはい、今日からですね、はい、1月の12日成人式の日まで、はい、毎日夕方の5時から夜11時まで点灯されますので、はい、皆さんまた来てください。よろしくお願いします。それから12月の20日なんですけれども、はい、我々また一緒にね、はい、MC させていただいて、下のタクシープールで、はい、この光の桜祭りとともに、よさこいのイベントを行っていきますのでね、はいはい、その時は中村さんも完全に厚着でいきますから、はい、今日も帰る気満々でもう完全防備でもうエンディング出ちゃいましたけども、はい、ねえ、うん、もう限界です。限界が小学生じゃない、上まで締めるタイプきっちり締めたね。小学生寒いです、うん、はい、その時は、ね、あのよさこいだけじゃなくてね、はいはい、ライブあり、うん、なんかいろいろたくさんありなので、うん、適当なんですよ、だからね告知するなちゃんとしてください。遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ただあの寒くなることは絶対間違いないので、そうですね、うん、12月20日あったかくしてお待ちしております。はい、はい、お願いします。確実に今日より寒いです、はい、そうですそうだね、そうです。雪が降るかもしれない、もしかしたら降るかもしれません、わかんないよね。その時僕の短パン半袖でいきますから、よろしくお願いします。本当に随時これでいきます。その時ジャケットちょうだいよ、なんか、はい、頑張りましょうね、まあ、来てこいよ、ね、頑張りましょうね。確かに12月20日、はい、下のタクシープールでいわき光の桜祭りを、はい、桜よさこいに変えてね、はい、いろんなイベントを行っていきます。遊びに来てください。はい、はい、お待ちしております。ということで寒い中最後までお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ペンギンナッツ、まだまだ有意義盛り上げていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。